あなたに出会ってから毎日が楽しいわ。時間が過ぎるのもあっという間ね。あなたは運命の人なのかも。とにかく全てに感謝してるわ。キヨイ。どうも皆様こんにちは、マストさんちのパオです。今週からですね、始まりました祈願週間でございます。今回はですね、祈願コイン約130枚だか40枚だか50枚だか相当にいかないかなそれぐらいをご用意しております。本当はね、200枚いってほしかったんですけどね、ちょっとね、ポーさんの腕前では難しかったです。はい。でですね、その他にですね、今週の新規、機能の追加ですが、まず主観戦争ハムスター族ですね。はい。こちらがですね、実際プレイ可能となるのが、10月29日土曜日午前5時からとなりますが、はい。ポーさんの、クラブはぼっちクラブで、今のところ部員も募集しておりません。なので、こちら主観戦争の方はスルーさせていただきたいと思います。次にですね、イベント下月の幸運の星が実装されます。こちらのですね、開催期間なんですけれども、11月1日火曜日12時から11月4日金曜日12時までとなっております。こちらはですね、本日はですね、アップデート当日の10月28日となっておりますので、今回の動画には、載せません。はい。その他、特殊殺し屋と、主観戦争特殊プレイのストーリーアニメーションのスキップ、肖像画のお気に入り機能実装、設定に攻略ウィキへのリンクを追加などございます。そうだな、肖像画のお気に入り機能実装、これはちょっと見たいかなと思いますけど、それ以外は多分無理だと思います。はい。それ以外の調整と改善などについて詳しいことはですね、概要欄の方に記載しておりますので、そちらご覧ください。以上が今週の情報ですかね。はい。ではですね、早速、祈願ガチャやっていこうかなと思います。その前にでも肖像画うんぬんかんぬんっていうのを探したいな。まあ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 、まあ、ではですね、ではですね、今週もですね、スタートします。はい。まずはですね、肖像画のお気に入り機能うんちゃらかんちゃらですね。はい。まあいつも通りここですね、肖像画のやつでここタップして、多分丸で囲んでるから分かりやすいとは思うんですけど。でですね、ここランキングの隣にお気に入りっていうのが追加されましたね。はい。これタップして、まあ使った肖像画とかね、お気に入りをやっていくんだろうけど、どうお気に入りにするん？こうすんの？おう！できたね。このハートマークだね。これで収集した肖像画っていうところに入るのかな。じゃあだよ、私ね、一番のお気に入りがね、どっかにあそうこれ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 ね、その他ね、こういうところからお気に入りに追加することも可能みたいですね。まあ完全に私はこのブクブ先生の可愛らしいキャラクターね。でもこの一番のお気に入りはね、これある漫画家のアバター、ブクブ先生がこうボコボコにされてるやつこれがお気に入りですねはい。こんな感じですかね、肖像画お気に入りの機能ね。そうするとまあこんな風に追加されてますよって感じです。はい。じゃあですね、祈願ガチャ行こっかな。はい。じゃあ祈願ガチャ行きます。あ、155枚あるわ、祈願コイン。ですね、本日もですね、あらかじめ祈願コイン集められるだけかき集めておいて、で、なんか白玉で交換できるパックとかも交換済みです。なのでこれがマックスマックスコイン
です。で、ちょっとね、どれをやるかはちょっと迷ってるんですよね。まあ、還元優先したいなとも思ってはいるんですけど、一応ですね、技術か文化にしようかなと思ってます。なので、バーッと見た感じ、文化だな。なんか最近技術回しっぱなしだから、たまには文化も回さないとね。じゃあ、今回文化でやっていきたいと思います。では、いきまーす。ディディンディディン。おー、なんか、幸先良すぎてちょっと困る。まあ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 、こんな感じですね。あ、だよね。うん。なんかね、大体オレンジ出た後、いつもこんな感じだよな。どうしよう。まあまあ、でも私的に青い巻物が大量に入るのは嬉しいけど、これは嬉しくないね。マジか。あー、なんかほんと、なんかこのオレンジのやつをさ、なんか5、6個ぐらいバーって出たらさ、ちょっとテンション上がると思うのよ。上がらないね。いや、上がらないじゃなくて、お、なんか貴重品出た。なにこの、危ない。今なんか変なこと言おうとした。あの、この部族とかがさ、ちょっとこう、下半身にこう取り付けるあれみたいな感じの。やめよう。やめよう。やめようね。え、マジ全然出ないな。こんなもん？オレンジ出ないのって。いつも祈願ガチャはさ、何がいいのかがわからないんだよな。とりあえずやるけどさ。あ、でも、青いかけらがいっぱいになって、なんか何気にさっきからこういうさ、必要なかけらがさ、ちまちま出てくるのは嬉しいね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、終わるよ。これ終わるって。終わるんよ。あ、でもなんかほんと今回いいな。オレンジいっぱい。ちょっと嬉しいぞ、これは。なんかめちゃくちゃあれだよ。私にしては運気がいい方だと思う。うん、思う。思ってた。終わりそう、今回。5分で終わったりして。なんかね、あんまりね、こう、紹介するね、機能がなくって、まあ、主観戦争できてないのが悪いんだけど、そのおかげでですね、あのね、動画のね、時間がね、短くなっていくよ。あら、まあ、終わっちゃいそう。てててててん、てん。あ、終わったじゃん、これ。終わったな、1枚足んねえ。1枚足んねえ。マジか。いいんじゃない？いいんじゃない？こんな感じで、こんぐらい巻物たまったよ。7回。べべ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 、本しかない。本しかないよ。まあまあまあ、文化だしね。本は文化だよ。うん。多分。よくわかってない。え、すごいね、これ。こんなに開封するもの？あのね、そう、そんでね、今日ね、アップデート終わってから気づいたんだけど、ここ、あーって聞いちゃった。ここわかる？あれ？そうそう、ここ。この地図のところあるでしょ？地図のところね、赤い点がついててね、なんかね、早くね、開封しろよみたいな感じの、ね、マーク出てるくせにね、開けたらね、開いたらね、何にもないの。これ、バグですよね。直して。お猿さん直して、これ。気になるから。ね。あ、わ、こんな感じですかね。今回は。ね。終わりました。なわけないね。ですね、あとですね、ちょっとね、最初に紹介し忘れたんだけどね。これ。四つ葉コンテナ、来てるんですよ。なんで、この四つ葉コンテナ回していこうと思います。多分今日、取れるんじゃないかな。なんだっけ。この、これ、爆弾みたいなやつ。これ。ね、魚雷だ。この魚雷のかけら多分今日取れると思う。思うの。だって、幸運値、やっとここまで溜まったのよ。だからね、早速ね、回していこうと思います。いくよ。確定で取れるでしょ、これ。ここまで取れない。ね。よし。これでも取れるんじゃない？もうそろそろ。これ取れてんじゃない？取れてんじゃない？なんかだって、ほら、取れた！赤い箱で落ちてくんだね。
初めて見た。やっとだよ、これ何ヶ月？ 1 ヶ月とかもうちょっとあるよね。1ヶ月で済まない多分。それぐらい。やっとだよ、やっと撮れたの。やっとー、ありがとうございます。魚雷ね、何の効果かわかんないけど。でもう一回設定するんだよね。設定しないの？あ、これ全部撮らなきゃダメなんだ。なんだ、ロボット引き換え券。これかな、ロボット引き換え券の良さがまだ分かってないからね。じゃあ次からこれやっていくけど、なんかちょっと気合いなくなっちゃいそうだな。なんかもうダメだなんかもうダメな気がする。どうしよう。コイン購入ってできるのかな。あ、なんかできるな。2個ぐらい購入するかな。できるかな、購入。1個、2個、いいんじゃない。これで10回回せるよね。うん。なんか悲しい。終わったわ。はい、今回こんな感じです。テンション低くなったな。これでどうだ。ほら、よし、あと10回分。どれだっけ。文化。今日は文化って言った。はい、これラスト。うん、まあ、本多いな、マジで。本だらけだよ。やったー、なんか変なの撮った。何撮ったの今。地球儀あったんだけど、地球儀何。違う、これじゃない。ん、いや、これか。違う、ここだよ、ここ。今日の地球儀。今日の地球儀。地球儀何だったんだろう。地球儀。これ地球儀。アルキメデスのテコのかけら。これか。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ極上宴会いきまーす。これもね、紹介してなかったなー、多分テキストに入ってるはず。極上宴会やるよって。はい、じゃあいつも通り赤狙っていきました。回した。はーい、どんどん回しまーす。どうせ今日も全然いい引きはしない。これはちょっときついかも。せめて魔法薬もうちょっと欲しいよ。魔法薬ないと全然強くなんないって。そんな感じしてるだけかな。え、マジでまずいな。え、気合を入れないとまずいな。いくぞー、いけー喉やった。喉やった、やったー来たー。はい。あ、更新しちゃった。どうせ引かないのに更新しちゃった。もったいない。すごい、14個もツルハシ溜まってた。やばー、超やばい。すごい、どんどん出てくるガラクタの、これ以上増えない。こんだけ回したのに何にも出てこないんだな。やっほい。はい、じゃあいつも通りのなんか戦闘力じゃないや、ステータス紹介します。こんな感じです。だいぶ伸びたのかな。うん、多分攻撃力前回よりはちょっと伸びてると思います。防御力とかもね。うん、他はあんまり見てないからあんまよくわかってないです。はい、ですね、このね、人気とか芸術とか信仰とかそういう系のやつもだいぶ伸びてきてて、文化と技術があんまりよろしくないですね。はい、なのでこっちを中心的にこうバランスよく伸ばしていきたいなって思ってます。あとですね、総合戦闘力ね、やっと 7.30M どうやって読むのか分かんないけどね、総合戦力上がりました。はい、前回ね 6. 点何歩だった気がするんですよね。 6.8 とかね、そこから見ると結構グンって伸びたと思います。はい、こんな感じの戦力になっております。あ、ウニビジョパック。あとですね、さっき手に入れた貴重品です。まずこれ、アルキメデスのテコ。はい、
お手に入れました。これね、今週中にもうちょっとかけら集められればいいなって、すっげーかけらすごいな、すんげーかけらすごいな、はい、いいなと思いますね。はい、一応入れとこうかな。あんで、こんな感じ。あ、まだ無理です、ごめんなさい。あとですね、これですね、この民族のあの下半身についてそうなやつ。笛ね笛偏見もいいとこだよな。民族の下半身についてるやつって最低だよな。はい、こんな感じですね。はい、あとこっち、これこれ、さっき手に入れた魚雷、魚雷活性化しとこうね。いいですね。はい、こんぐらいですかね今回ね。他なんかあんまり集まってない感じがする気がする。うん、こんな感じ。魚雷どうなのかな、可愛い女の子いっぱいいんじゃん。うへっ、強え、バケモンじゃん。あとは何がピカってる。あ、この辺か、この辺後でじゃあ上げておきますね。はい、以上です。終わりでいいかな。終わりだね。うん、はい、そんな感じでございます。ですね、本日もご視聴ありがとうございました。また来週お願いいたします。